おお。ほほほほ。これあかんな。おお。無理やね。そう、変えるわ。あ、そう。引っ返します。ふぅ。やっぱり、無理ですよね。まあ、小春日和とはいえね、ああいう雪の中はね、やっぱり無理ですね。バイクは。はい、こかさずに無事に抜け出してきました。ここで、ここで夢を見よう。明日のことは忘れてさ、近い未来越えてゆこう。なぜか泣きそうになるけど、混ざる混ざる黄昏が今。はい、こんにちは、ぼっちです。いつもプロぼっちチャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。ぼっちは今日はリハビリのために近場をツーリングしています。先般の動画でお話ししましたように、ぼっちは1月の中旬に加齢による病気のため手術入院をしておりまして、そしてその療養の途中に若干のトラブルもあったために、約1ヶ月半ほどバイクに乗れない日々が続いていました。昨日、病院に、通院し検査した結果、先生から、もうバイクに乗っていいですよというお許しをいただきましたので、今日はリハビリを兼ねて近場を通院することにしました。ご覧のように、気温は低いんですけれども、非常にいい、天気になっています。はい、今回入院して思ったことなんですけれども、やっぱりぼっちの年代、まあだいたい現役を引退した60歳から、70歳ぐらいの年代になってきますと、どうしても老化のこういった現象っていうのは避けられもならないものだなというふうに思いました。まあ、日頃からぼっちはね元気ですから、まあ私に限ってはそういうことはないんだろうというぐらいの感覚でおりましたけれどもですね、まあ今回入院手術を体験しましてですね、やっぱりぼっちといえどもですね、これは避けられない、現実なんだなというふうにしみじみとね、実感した次第です。まあぼっちはですね、あと1年ちょっとで、まあ、70歳というね、70歳というから、まあ、古希になるわけなんですけど、70歳を迎えますけれども、70歳ぐらいになっていきますとね、まあどなたもね、やはりこの老化の波にはね、この老化の波が襲ってくることを避けることはできないんだと思うんですけれどもね、まあ特にぼっちと同じぐらいの年代、この70歳ぐらいというのはね、まあこの老化とね、戦いを始める年代ではないかなというふうに思います。
まあ老化と戦うというとね、なんか病気と戦うみたいなイメージがありますけれどもね、まあ決してまあそういう限定的なものだけではなくてね、やはりまずアンチエイジングですね、いわゆるそういう老化に対してですね、まあ老化を抑えるというかね、老け込まないというかね、若々しい生活を維持するというかね、まあそういった努力によってですね、老化現象が進んでいくのをね、少しでも、遅らせていくという、まあ、それがね、私はまあ老化との戦いというもんだと、私の年代ではね、老化との戦いっていうのはそういうもんじゃないかなというふうに思っています。まあ例えばサルコペニア症候群っていうね、病気がありますけれども、これは、まあ、体の中の筋力がね、筋肉がどん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 失われていってですね、そして、まあ、歩いたり立ったりすることができなくなってくる、まあ、基本的な生命の維持がね難しくなってくるという、まあ、筋肉の衰えによってね生じる病気なんですけれども、まあ、まあ平たく言えばもう予防予防になっていくということですね、老人的にね。まあ、これを防ぐためにはね、やっぱりまあ日頃の運動といいますか、筋肉を維持するためにね、週に3回ウォーキングをするとかね、それから例えば腹筋、腕立て伏が、まあ、こういった筋トレをですね、毎日続けるとかね、まあ、そういうことによってね、こういう基本的なね、筋力を維持していく、まあ、こういったこととかね、それからまあ、例えば食生活そうですよね、肉をいっぱい食べるとかね、肉とそれから魚ですね、この辺をバランスよくですね、たっぷり食べてですね、元気な体を作っていくというようなことですね。それからまあ最近よく認知症の原因にベータアミノイドという物質のね存在をよく言われますけれども、このベータアミノイドっていうのはね、まあ、加齢とともに体内に増えていく物質のようなんですけれども、まあ、それをその掃除をすると、少なくしていく、まあ、溜め込まない方法としてですね、良質な睡眠をとるということがよく言われてますね。で、まあ、そういった良質な睡眠をとるためのね工夫をしていくとかね、あるいはその暴飲暴食ですね、今までは結構飲み会なんかでね思い切りお酒飲んでね、翌日に残るようなね飲み方をすることもあったかと思うんですけれども、まあそういったね、不摂生、そういったものをねやっぱり避ける、なくしていくというようなこと、まあこういったことがね私は、老化とのね戦いではないかなというふうに思っています。はい、そしてね、最も老いの戦いの中でね、怖いものはやっぱり脳の老化だと思うんですね。体の筋肉とかね骨格っていうのはね、年をとっててもね、使い方によっては、再生しね、そして、増強もし強くしていくことをできるというふうに言われてますけれども、脳の神経だけはね、脳の細胞だけはね再生ができないというふうに言われていますね。で、なんか脳のねそういう生き返りの研究というのもねいろいろ過去にあったようなんですけれどもね、蘇りの研究ですね、それもなんかそれはどうしてもできないことらしくてですね、最近脳のそういうアンチエイジングの研究っていうのはあんまり進んでないというふうに言われてますけれどもね、まあそうするとね、まあできるだけ脳をね、劣化させない、まあ、劣化する時間を延ばしていくという、まあそういうことがねやっぱり大事になっていくんじゃないかなと思います。で、脳っていうのはね、
もう例えばこの年になってですね、まあ、全然頭を使わずにですね、一日中ぼーっとしたようなね、ボケーっとした生活をしていますとね、ボケーっと、脳がボケてきてですね、脳の細胞がねどんどん死滅していく、そうですね、非可逆的にね、細胞が死滅していくというふうに聞いています。でそうならないようにね、脳の細胞を維持していくためにはね、やっぱり脳を使うというね、頭を使うということがね大事で、それと同時にね、やはりその脳に刺激を与えるということがね、大事だと言われています。まあ、要は脳の、ね、活性化にその快楽物質の、ね、セロトニンですか、まあ、そういったものが、ね湧き出すようなその生活というかね、まあ、そういったことで例えばよく笑うこととかね、まあ、そういったことがその脳の、健康維持のために大事だというふうに言われてますけどね、まさにこのぼっちのね、このバイクでのツーリング、やっぱりこの辺りはね、すごくそういった意味ではこの脳のアンチエイジングにはね、最高のね特効薬じゃないかなというふうにね、思います。まあやっぱりね、この70代は、まあ、そうやって老いとの戦いの年代だとすればですね、まあ時にはね、その迫り来るその老いにね負けてしまうこともあるかもしれませんね。で負けてしまって、まあ、持病を作ってしまったり、あるいはね、まあ、こけて骨折してね、障害を負ってしまったりとかね、まあ、そういったことがやはり、出てくるようにやっぱりなるんだろうと思いますね。まあ、そういう風になった時はね、やっぱり、まあ、その老いとね、もう戦うんではなくてね、まあ、それを受け入れてね、そしてわあこれはもう危ないな、受け入れて、そしてまあ老いを受け入れて、まあ老いと共生するというかね、まあ一緒に生きるというかね、まあそしておおらかな生き方をしていくという風にね、やっぱり移行していくべきじゃないかなという風に思います。まあぼっちはね、まあバイクを降りるっていうのはね、まあそういった時じゃないかなという風に今漠然とね、思っています。はい、ということでちょっとまあここから先はね、ちょっとこれ危ないそうなんで、Uターンをしてね、雪の少ない方にねちょっと行ってみようかなと思います。あ、すごいですね。まあまあ結構ね今日あったかいんですけどね、まあちょっと広島もねこうやって少し入っただけでね、こういう風なねもう豪雪地帯ですね。まあこの辺りで 40-50 センチ積んでるんですかね。まあさっきの話の、まあ、続きなんですけれども、まあこの70歳、まあそうやって老いと戦うその年代がね、まあ何年続くものなのかというのはね、わこれは怖いなちょっと要そろ、後ろブレーキ軽くかけてね、それでも後ろ振られますね。まあ、ちょっとなんかスケートボードじゃないけどボードで滑ってるようなね、
おお。やっぱり二輪はね、ちょっと雪道は無理ですね、やっぱりね。はい、はい、まあそういうことでね、まあこのぼっちの年代の、まあ70ぐらい、まあここからまあ10年なのかね、15年なのかね、まあそれぐらいのでね、やっぱりその老化のフェーズっていうのはね、やっぱり変わっていくと思いますね。まあ10年15年っていうのはね、考えてみたら、まあ私ども言ったらあっという間のね、まあ時間なんですけれども、まあ若い方にとってはね、例えば10歳、15歳、あるいは20歳ぐらいの方にとったらね、10年15年っていうのはすっごく長いね、時間に感じるかもしれませんけれどもね、まあ私ども、まあ、50歳60歳の人間にとってはね、まあ今までの人生の5分の1 6分の1というね、時間でしかないわけですね。まあそういった意味ではね、まあ本当にその短い時間のように思うんですけれども、まあ話は変わるんですけどね、これはそのまあちっちゃい頃ですね、私どもそうだった、私もそうだったんですけれども、まあ小学校の1年生から2年生3年生4年生というふうにね、1年ずつその学年上がっていくとき、ものすごく1年がね長く感じたんですね。まあそういうふうにお感じになられた方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、でこれはねやっぱりその幼がんのその心臓の拍動数に関係があるみたいですね。まあちっちゃい子っていうのはやっぱりその心臓の拍動数が多くてですね、そして非常に行動的でね、だから同じ時間あたりのね、その出会う情報量の情報量がすごく多いんですね。まあそれはそのコンピューターみたいなもんで、コンピューターの CPU のその駆動周波数ですね、これが高ければ高いほどね、やっぱり処理できる情報量っていうのは多くなってきますので、まあ、それと同じように同じ1年間であってもね、その1年間に得るその情報量と経験する情報量っていうのはものすごく幼い、ちっちゃい子供の方がね圧倒的に多くなるわけなんです。まあ、それに対して、まあ、老人っていうのはね、どうしても、心臓の鼓動も拍動数も少なくなるし、行動も、ゆっくりとしたものになりますのでね、その同じ1年間であってもね、そこで、体験する情報量っていうのはやっぱり比べ物にならないぐらい少なくなっていくんですね。その結果、1年間というのがね、非常に年を取ってくると、短く感じるというふうなね、相関関係にあるようですね。まあそういうふうに考えてみたらですね、まあ同じ10年、15年であってもですね、もうその幼子のね、その心臓の鼓動数のようにね、まあ、ハイビートでね生きればね、おそらくその老人として生きる10年のね2倍も3倍もね、内容の伴ったね、生活ができるんじゃないかなというふうに、ぼっちは思っていまして、まあ、まさに幼子のハートをねビートでね生きようじゃないかというふうに、思っています。まあ、そのためにはね、まあ、ちょっと子供っぽい考えかもしれませんけれども、やっぱりねもう思いついたらすぐ行動、それから、まあ、いつかできるだろうじゃなくてね、いつかできるだろうはねいつまでたってもできないということなんですね。だから思い立ったらすぐ行動、それからまあ今日より若い明日はないわけで、まあそういった意味ではね、もう少し若ければできるのになあというようなことがね、やはり今日やることによってね、それはまあ実現が可能になるんであって、今日やらなければね、もうねいつまでたってもすることはできないんだなというふうに思います。はい、ということで、まあこうやってね、ぼっちもこの YouTube をね70前に始めさせていただいてですね、そして
まあ、好きなようにね、旅をさせていただいて、まあ、これもね、家族の理解があってのことと幸せに思います。そしてまたね、多くの方々に支えられてこうやって自分があるんだなということをね、つくづくまあ感謝したいなというふうに、まあ、今回ね、こういった手術入院を、体験してですね、まあ、感じました。まあ、これからもね、まあ、こういった経験をもとにね、さらにポジティブにね、前向きにね、明るくと、まあ、人生を送っていけたらなというふうに頑張ろうというふうに、思っていますのでですね、まあ、ぜひですね、皆さんのプロボッチチャンネルをですね、よろしくお願いします。また、チャンネル登録等ねしていただきましたら大変励みになりますのでね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた、今度はね、ツーリングの動画でお会いしたいと思います。本日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。